どうもさんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長です。どうも。今日はですね、もう待ちに待った新作のアートベックでございます。というわけでしたね。まあもうね、皆さん知ってるかなと思いますが、こちらですね、こちらアートベックのトリーバン19年の、バッチ3ですね。アートベック19年トリーバンバッチ3ですね。まああのトリーバンね、毎年出てるやつなんですけど、今年で3年目ですね。まあなんでバッチ3なんですけど、まあ1本目は結構唐辛子チョコみたいな味がして、2本目は結構バニラ感強くて、で3本目はってこんな感じですね。まあ3本目はもうこちらにありますよと思ってますけど、まあ届いたのが昨日でして、開けちゃったんですよね。なんでちょっとね、僕飲んじゃったんですけど、まあ一応ね資料があるので、一応ね、まあちょっと裏に書いてあることとかちょっと読み上げようかなと思います。一応ですね、こちらが、700ml46.2% で、使ってる樽がバーボン樽とオロロソシェリーの樽で、価格は税別で 31,200円っていう感じですね。ではこちら、アードベック19年トリーバンですね。トリーバンとはゲール語で歌う砂、アイラ島にある、泣き砂で有名な海岸の名前です。足元の柔らかい白砂がアイラの風や潮の満ち引きに合わせて奏でる美しい歌のように、幸福感に満ちた世界へ誘ってくれるウイスキーです。希少な19年熟成のトリーバンは焚き火の煙、すがすがしい波しぶき、ライムの魅惑的な香りが特徴。みずみずしい口当たりからタールを塗ったロープ、糖蜜トフィーの風味へと変化し、押し寄せるアニス、胡椒、優しいスパイス香の後、アーモンドやクローブの余韻が長く残りますということですね。というわけで、まあこちらはですね、まああの3本目ということなんです。まあ早速飲んでいきましょう。昨日ちょっと飲んじゃったんであれですけど、いやーでもね、すごい楽しみにしてましたからね、やっと来たぜって感じですね、この時期が。ちなみに去年のトリーバン、一応ね全部あるんですよ。なんかね、今年からトリーバンのここのデザインが違くて、ここのなんかネックのところ、今までのトリーバンは普通のアドベックと同じ鎖模様のマークだったんですけど、今回からはあのちょっと見えにくいんですけどね、トリーバンって書いてあるんですよね、ここのここのところに。ちょっと見えにくいっていうか、多分絶対見えないんですけど、まあ、見えないよね。まあ書いてあるんですはい、まあそんなわけで飲んでいきましょう。去年の思いとこで出てきます。うん、もうね、今年のは香りはダントツでいいかなと思います。あのほんとちょっとゼラニウム系の香りっていうのがすごい強くて、そこにあの、まあ、ピートスモークで、ここにも書いてあったのがちょっとライム系の、まあゼラニウムとかもそうなんですけど、結構爽やかな感じの香りが強いですね。やっぱこの焚き火っぽい感じと、あとこのちょっとスパイシーな要素っていうのは結構香りでも強くて、ほんとちょっとあのクローブ系の香りっていうのがすごい強く出てきますね。結構ね、奥の方に結構山椒の要素っていうのがね結構あるんですよね。で、まあアドベックならではのちょっとレモン系の柑橘感っていうのもしっかり出てますね。結構、まあ、ヨードというよりは結構スモークとか炭っぽいような感じのビート感になってます。結構ね、味わいは割とシャープですね。味わいがバッチ2の方が好きだったかなって感じなんですけども、結構あのヨード系のピート感っていうのが味わいでは結構強く出てくる。あと割とその最初の苦味というか、ちょっとドシッとしたピート感っていうのが結構最初の方に強いですね。でだんだんちょっと甘みが強くなってくる。フィニッシュにかけてちょっとあのシロップ系の甘さっていうのが強く出てくるかなっていう感じですね。ほんとこのちょっと糖蜜系な、糖蜜とかシロップみたいな甘さっていうのはすごい強いですね。まあ、もちろんその柑橘の要素とかあるんですけど、香りの方にあったちょっとゼラニウムっぽいような要素っていうのは味わいだとそんなに強くないかなっていう感じですかね。で飲むとやっぱちょっとね、山椒的な要素はわずかにありますかね。ただ香りの方がちょっと強く感じたかなっていうのありますかね。でフィニッシュのちょっとね、あの軽いヨード感とスモーキー感、煙の感じっていうのは本当フィニッシュまではでもすごい強く、あの強く出てきますね。かなりピート感自体は割と強く感じやすい、ただそれでも割と飲みやすいタイプのアドベックなんじゃないかなと思います。結構バランスいいですね。まああとあのフィニッシュにかけて、あのこれまあバーボンダルとオロロソシェリーのタレ使ってるんですけど、オロロソシェリーの要素っていうのは結構フィニッシュにかけて結構強く出てきますね。
結構シェリー感っていうのはフィニッシュの方で出てくるような感じですかね。な感じかな。まあ美味しいです。まあバードベックはね、もう間違いなくうまいんですよ。今までのトリーバンのランキングをつけるんだったら1位がバッチ2ですかね。個人的なランキングなんですけど、1番はバッチ2ですね。で2番がバッチ3で、3位がバッチ1かなっていうのが今のところの僕のこのアートデックトリーバンランキングですかね。あ、そんなわけで、まあ今年もねすごいなんかね、やっぱり今まで飲んだことのないアートデックの味わいで非常になんか興味深いし、まあでも全然美味しいですね。すごく美味しいアートデックが今年もやってきてくれましたね。次アードベックの新商品ってなんだろうな。アードベックデーになっちゃうんですかね。まあなんかあるのかもしれないんですけど、まあちょっとね情報とかがいろいろ出てきたらね、その辺もちょっと追ってお知らせしていきたいなと思います。まずはそんなわけですね、本日の動画は以上になります。この動画ですね、面白かったりとか参考になった方がいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。であと僕 SNS とウイスキー専門コミュニティ10っていうのをやってますので、ぜひそちらもチェックの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。